はい、次ですね。Kさん、骨端線がトッチしても完全に伸びないんですかね。この質問も超よく受けますよね。男の子であれば16歳0ヶ月の時点でほとんど骨端線と閉じていきますけども、16歳0ヶ月から平均的にですね、まあ、2センチ弱程度ですね、身長伸びますので、手のレントゲン見て骨端線が閉じた瞬間を確認できた瞬間から2センチぐらいね、伸びる可能性がありますので、諦めないでください。ただし全身の骨端線が完全に閉じた状態であれば伸びる可能性はほぼゼロでしょうというふうな表現ができると思います。はい、次ですね。 H さん、成長ピークが過ぎて一気に伸び率が悪くなる場合と緩やかに伸びなくなる場合の違いは何ですかってことで、これも超いい質問ですね。これはですね、まあ、明確な答えがあるわけではありませんけども、早熟傾向が強くて低ホルモンが強いと骨端線閉じた時が非常に強くなりますので、低ホルモンの出方がね、それと違うと思うので、そこら辺が大きく影響しているのかなというふうにね、解説するのが今の見解としては正しいのかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。 E さん、今回の内容とは少しずれますが、タンパク質、牛肉、卵、乳製品を多く摂取することによってコレステロール値が高くならないのかが心配です。肥満やコレステロールをどのように調整していけばいいでしょうかとかね、これも超いい質問ですね。これは一般的な見解と似てると思いますね。どういうことかというと、日本人はですね、まあ、食が欧米化してるなんてね、何十年も前から言われてることだと思うんですけども、つまり牛肉とかたくさん食べるようになって生活習慣病みたいですね、肥満やコレステロールとかどんどん悪化してしまっているとね、デメリットな点として、まあ、挙げられるというわけなので、どういうふうに調整していけばいいかってことなんだけども、大人と同じでしょうという表現になってくると思います。牛肉なんかですね、まあ、脂質が比較的多く摂取する場合もあるわけなんですけども、まあ、その中でも脂質の低い牛肉を食べるといいでしょうという表現になりますし、これかなり高額になってしまいますし、なかなか手に入れるのは難しいですけども、一部流行っているものであればグラスフェッドっていうんですけども、綺麗な牧草だけを食べて育った牛肉をですね、食べるとより一層体にいいなんていうようなねことがあって、私が知る限りグラスフェッドのですね、牛肉を手に入れるのは非常に難しい。何回か見たことあるんですけど、値段も相当上がるということになるので、現実的なところを言えばですね、脂肪分の少ない牛乳を取っていただいたりだとか、そういったところかなと思います。乳製品も同じですね。例えば牛乳は飲んだ方が身長は伸びるなんてデータはですね、あるわけなんですけども、その中で牛乳の懸念点の一つとしては、やはりですね、動物性脂質が比較的高いというのが懸念材料点になりますので、ここら辺はやはりですね、まあ、注意が必要になります。ここら辺はまあ、ケースバイケースになります。例えば、痩せてる子であれば、そこまで脂質を制限する必要はないと思いますし、体が横に大きい方に関して言うと、脂質制限というか、牛肉であれば脂質の低いものを取るとか、まあ、牛乳でもですね、低脂肪のものを、ね、摂取するとか、そういったような工夫はあってもいいかもしれません。卵に関して言うと、まあ、コレステロールはね、子供に関して上がりすぎる心配はそこまでないのかなとか思ってますんですけど、過剰摂取はしない程度でやっていくっていうところになりますね。はい、参考になりましたでしょうか。はい、じゃあ次ですね。N さん、歯と身長は関係ありますか？歯医者の先生に歯を見られて身長伸びるよって言われました。実際どうですか？お願いしますってことで、これは正しいです。これに関して言うと、歯医者さんでもしね、見ていただいている方でコラボしてくださる方でいたらね、ぜひコラボしたい。私はよくですね、手やたまにまあ肩とか骨盤も評価したりするんですけども、基本的には手ですね。手のレントゲンを持って骨の年齢、まあ成長早いのか遅いのかですね、まあ判定していくわけなんですけど、歯でもわかるらしいんですよね。で、歯もですね、なんかこう何歳でね、この歯が生えるとかね、そういったのもあるらしくて、私も今後より一層勉強していって、そういったのも踏まえてね、早熟なのか、晩熟なのかっていうのをより正確にね、把握していくっていうのはね、面白いかなと思ってますね。見ているね、歯医者さんでね、コラボしてくださる方いらっしゃったらね、もうクリニックのね、LINE とか電話とかですね、まあ求人のところにですね、メールアドレスも書いてありますので、ね、ぜひご連絡お待ちしております。はい、次ですね。S さん、息子の身長で質問です。父170センチ、母158センチの日本人の超平均的身長な夫婦の息子です。となると身長伸びも平均的な成長曲線のような伸びになる確率が高いでしょうか？また平均を大きく上回って伸びるためには何が必要でしょうか？スポーツをしているので180センチを目指しています。ってことですね。同じようにですね、どうなんだろうという疑問を持っている方も多いと思います。平均的なお父さんと平均的なお母さんからは、当たり前なんですけど、平均的な身長のお子様が生まれる可能性は高いです。まあ、これはもうほぼね、間違いないと思います。私の方でもこう、いろいろ拝見させていただいても、やはりその傾向は強いかなというふうに思います。両親の身長かですね、お子様の身長を求めるときはですね、例えば男の子であれば、お父さんの身長足すお母さんの身長足す13割る2をすると、遺伝的なですね、まあ、推定される身長が求められます。170足す158足す13割る2をしていただくと、だいたい170ぐらいになると思うんですけども、平均的にお父さんと平均的にお母さんから平均で子供が生まれるのはわかるわけですね。そのですね、式を勉強していくと、それにプラスマイナス9センチするな
なんてね単語が出てきたりするわけで、補佐が出やすいこと出にくいこと、例えばお父さんとお母さんの合計がですね、今回だと328になるわけなんですけど、合計値によって遺伝的な身長が決まるわけなので、合計の和が一緒であればどんな組み合わせでも同じ結果になってしまうわけですね。例えばお母さんの身長が148でお父さんの身長が180センチでも同じ合計値になるわけなので、同じですね遺伝身長が求められるわけなんですけども、同じ結果になるかというとやはりそうではないと思います。お父さんが180センチ、お母さんが148センチのこの方がより一層ですね高くなる可能性もあれば低くなる可能性もあるでしょうという表現になると思うので、よりばらつきの強いデータが得られることが推定されます。参考になりますでしょうかね。また平均を大きく上回って伸びるためには何が必要でしょうかということですね。これもですね普段ね動画見ていただければもしかしたらね聞いたセリフがあるかもしれないですけども、何か一つだけをやって身長が大幅に改善するということは期待しない方がいいです。ちょっと厳しい言い方かもしれないですけども、例えばですね平均よりも大きく上回りたいというのはすごく偏差値の高い学校に合格したいわけですね。その時にですね何をしたらいいですかっていう質問を受けて、先生はやれること全部やってくださいっていう表現だと思うんですね。例えば夏期講習だけを受けて受かりますとか、この問題集だけで受かりますとか、この授業を受けるだけで東京大学に受かりますとか、そんな美味しい話じゃなくて、毎日毎日のですね宿題をこなしてしっかりと成長していくとかですね、問題集も一冊じゃなくてたくさんこなすことによって学力が上がっていくのと一緒で、一個一個着実にこなしていくってことが大事だと思います。例えばなんですけども、睡眠が大事ですよとお話をしてですね、食事とかですね運動とかそういった面全く改善しない、睡眠だけをですね改善した場合に何センチ伸びるかというと、たかだかですね0から1センチ程度と思いますけども、睡眠とか運動とか食事とかそういうの全部改善していくと初めてですね大きなものがですね得られるという可能性が出てくるかなと思いますね。睡眠も運動も食事も情報を配信していきますので改善していただくといいと思います。頑張ってやっていきましょう。ちょっとね長すぎたかな。はい、次ですね、身長先生質問です。12歳11ヶ月3月生まれの中1です。あとちょっと中2です。これ2ヶ月前なのでおそらく、ね、中2になってるかなと思います。今の身長 164.5、 両親の身長175と161で、身長先生の動画で178ぐらいの軌道にいることが分かるんですけど、180を到達できることができるでしょうかってことですね。またこちらですね成長シートなので、成長シート希望の方は下記の概要欄からご確認ください。12歳11ヶ月もほとんど13歳ですね。13歳で 164.5 ということなので、確かそうですね 177.1 から178のペースに今いらっしゃるということになりますね。これぐらいの差であれば全然いく可能性はあると思います。2センチ程度ですので、生活習慣とかの改善でいく可能性があるようなことも言えると思いますけど、参考になりますでしょうか。 S さん、ぐんぐん伸びていたのに身長が急に止まることってあるんですかって、この質問ね超いい質問ですよね。厳密に言うとほとんどないということがお伝えできると思います。これはですね過去にね、もうすぐ昔の動画ですよね、秀吉のね話をしたことがあるんですけども、人間の脳みそって、ね、非常に直線的な予測を立てるというふうに言われているんですね。例えばですね、まあ、10センチ、8センチ、6センチ、4センチ、2センチというふうにですね身長伸びが低くなることを頭の中でイメージするんですけども、いわゆる一次関数的な数値をですね頭の中で描くというふうに言われています。一方で現実はですね指数関数的に減ってくるんですね。昨年の年の半分、昨年の年の半分というふうにして減っていきますので、伸び率が悪くなっちゃったなというふうにね感じる方が多いように思いますけど、いかがでしょうか。今日もね相当ボリュームにねたくさん話していきました。いかがでしょうね。皆さんもねぜひね身長に関する疑問がありましてね、ぜひコメントの方に記載してください。一生懸命答えていきたいと思います。それでですね今後もね身長に関するご関心していきたいと思います。身長ビヨーン、バイバイ。